前回沼。おかえりなさい。あなたとの契約に興味を示しているチームがたくさんあるの。チームはチームリストで見ることができるわ。どう、そろそろ環境を変えてみる？いやいや、まだまだでしょ。次は語るんで。タルニアも割と得意なんですけどね、元3になるとまた感じが違う。セッティングでコーナーストレート速度遅すぎる場合の対処、ストレートをちょっと早く行きたい。なんか片目はそんなサチとかな。スレスレを走れるかどうか、これですね。2秒のペナルティ。2秒、そんなに？どこで見つかるの？
うわー、これじゃダメじゃん。ガンガンでいかないと。あら、2秒、まだ 0.9。 お、よいしょ、やったー。ちょバスティアニーニ、ペナルティ、ビンタ、クアンタラロ、ナバロ、アントネッティ、ブレガ、ミーニョ。モト3でのカタルニアは大勝利だったな。リズミ当然の勝利だな。1シールでゴールラインを通過か。いやへん、やるね。 Hello guys, we are organizing a special practice session at Misano. I want you all hyped and focused. See you there. さあ、ラリーカをよこせ。きっと楽しいぞ。カーですか。ラリーカーは無理だよ。ミザの逆向き走るの。左2。うわ、左4。こ
これはミザノ逆襲すんだ。左5プラス。右ヘアピン、すぐ左ヘアピン30、左3マイナス、すぐ右3マイナス。すぐ左6 200。変わんないよ。右キープシングルケイン。リアブレーキはこれか。150。うまい方ほんと尊敬する。左4タイトゥン、左4 150、右キープシングルシケイン、逆右キープ左3、右2左2、右2オープン150、右キープダブルシケイン、左にタイトゥン、すぐ右に、右に、すぐ左に、すぐ右3プラス30。どうなってんの。左3、わかんない、すぐ左に、多分フロントをかけた瞬間にリアをかける。右3ロングタイトゥン2、左2すぐ左ヘアピン、すぐ右ヘアピン、左5カット150、右キープダブルシケイン、200エンド。難しすぎる。全然やり方が分かんない。さすがビリですね。とんでもないパフォーマンスのバレー、実にいい走りだ。アッセンは大好きさ、優勝か少なくとも表彰が欲しいところだ。選手権で最も古いコースでもある。敬意を持って徹底的に準備するんだ。
カーレンだ。TTS 戦こちらはアッセン。まもなくここでオランダグランプリが幕を切ります。よいしょ。週末をかけた歓声がすごいですね。コーナー気をつけて。わー、やっちゃった。1コーナー気をつけてって言ってたのに、まあペナルティーがないだけいいけど、この先もペナルティーなく。まずいですよ、これは。ゼロポイントの可能性もありますね。巻き返せるのかどうか。しまった、油断した。しまった、またペナっちゃったよ。
難しいね。これは無理かな。お、真野博選手、ファストラップ。そんなぶつかってない気がすんだけどな。全然ダメ。得意なサーキットなのにな。わあ、ひどい。これひどい。ちょっと油断してた。ジャクセリンク、ここはザクセンリンクサーキット。ザクセンリンクのドイツグランプリです。
ブロックしながら走っちゃった。ね、お疲れ様。あなたと契約を交わしたがっているチームがいくつかあるわ。チームリストにオファー内容をまとめておいたからね。確認してみて。契約オファー。でも元3どこ行っても同じだと思うんだよな。チームアーチャは上がれるチームいっぱいあるね。
出ましたね、レッドブルリンク。鬼門ですね。これはね、難しいと思うんだよね。あくびしてしまった。結構眠くなってきた。まあ3位に入れればいいでしょう。これね、苦手なんですよね、実は。ちょっとギリギリの仕方、もう一回やってって言われてもちょっとやれる気がしないくらい奇跡的なようなことになりました。そんな転び方ある？ペナルティしかも2秒。ダメだ、眠い。ここまでです。ご視聴ありがとうございました。白雪泉でした。